日本千葉県成田市古ゴミ古ゴミは千葉県成田市の大技。2017年10月31日現在、の人口は0人。郵便番号は282-0004。成田市の南東部に位置し、円山地区に所属する。周辺の鳥港、天神本、市区渡、か山神殿、木の根、天楼、小前屋と隣接する。隣接する、天楼と同様。 区域のほぼすべてが成田国際空港の敷地の一部であり、第二旅客ターミナルや誘導路などの施設が置かれている。古ゴミは戦後開拓を中心とした地区であった。空港建設に伴い、全域が予定敷地となり、第二旅客ターミナル等空港関連施設の敷地となった。建設に先立って行われた発掘調査では、約3万年前の旧石器が見つかっている。 空港建設決定時は、周辺地域と共に三ズ塚闘争が発生したが、古ゴミの住民らは早期に絶対反対から転じて、条件交渉を行うことを決定し、周辺地域のブラックがこれに続いた。開港直前に起きた、成田空港管制等選挙事件の舞台である、空港管理ビルは、東地区にある、私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。成田エアポートレストハウス成田国際空港第二旅客ターミナル及び東成田駅発着のバスが存在する。ありがとうございます。